うわはい、皆さんこんにちは、ピコです。そしてママです。はい、今日はユンギの三部作の三部作か、三つ目最後のアミグダラ、アグダメラだとかいろんなこと言ってるエネモニア見ていこうと思います。レッツゴー。寝てますよ。ぶっ倒れてる。あら、綺麗だね。綺麗だね。なんか潰れてます。うん。全然あれじゃん。今までの2つとは全然。そうだね。違う。うん、あ、ワイクがね。ああ。バイク事故のあれ？うん。記憶だからそうだね。ああ、昔に。これ怖かったよね。ね。あれだよね。扁桃体のね、話だよね。ドキュメンタリーでも言ってたけど。うん。この話全然私知らなかった。だってこれ今回初めてね。うわ。ああ、助けに行くんだよ、きっと。助けて。開かないんだ。ああ、助けられない。これで終わるの？開かなかったし、助けられなかったんだけど、もう開けるのは自分しかいないってことじゃない？ああ、なるほど。
誰にももう開けられない、あの外にいた自分も自分だけど、開けられるのはまあ今の自分しか開けられないってことだよね。過去の自分には開けられないし、未来はまだ来てないから開けられないし、今の自分は開くしかないってことか。そうじゃない。なるほど。わからないけど。ひょーえ。そうか。なるほどね。全然その、やっぱ助けられないんだよ。自分しか自分のことは。そうだね。誰かに助けてもらうんじゃなくてね。自分にも。なるほど。やっぱ傷が怖いね。あの、こうした瞬間、盛り上がっちゃって。ちょっと怖いけど。好きな曲だけど。結構ヘビーですね。ここに傷が入ってるじゃん。あの、あれは他の MV の彼とは繋がってるの？それは関係なく。繋がってるよ。だって、デジタの王も入ってるじゃない、入ってる。ペグム、あれも入ってるじゃん。じゃあ、これ、あれは何の象徴なんだろう？やっぱ、その、だから、乗り越えていくっていう自分が今の自分ってことなのかな？その、事象が何を指してるんだろうっていう。その自分、過去の自分を振り返らないと超えられないって話をしてたじゃん。扁桃体に入ってるものと、を、そこのトラウマと向き合う、取り合う、トラウマを乗り越えるには、トラウマと向き合って思い出して、それをこう、向き合わないといけない。その向き合ってるっていう状態ってことかな、傷があるっていうのは、傷つけてる、その傷のある顔って、もちろんその自分もそうなんだけど、王もそうで、王にも傷があって。あったね。でもさ、どっちも自分なわけじゃない、まあそうだね。だから。ああ、その傷ついた自分を乗り越えていくっていう意味もあるってことなのかな、そもそも傷は自分で自分につけてるって。なんかそういうキーワード言ってたじゃない？傷は自分がつけるものだ。傷つくのは自分が傷つけてるんだっていう。これ構成はユンギさんが考えたって言ってたっけね？その言ってたと思うよ。コンテもなんかもうすでに、デジタの時には結構これも同時進行で、コンテも自分で帰れたじゃないか、どっかで見た。映画みたいな撮り方してんだ。今ここだけのことをするっていうより、なんかこうずっとさ、結局今のことは繋がってきて、この先も繋がっていくから、なんかこう、先々で効果的に今のことを出すために、いくつも先のこともさ、同時進行で今を過ごしてる。なんか、それがすごいな。そうね。だからこれを最後に出すのがすごいなと思った。これを最初に出しがちじゃない？一般的にはさ、そう、答え合わせを。答え合わせってか、まあ、なんだろう、こういうことでしたっていう。回収の、理由付けじゃん。設定をここで出してくるっていう。実は、っていうのが、テチタとヘグムの楽しみ方が、もう一個、もう一回楽しめる。二回楽しめるものになったっていう意味でも、なんかちょっと。スターウォーズ方式。そう。構成のやり方の、前とか言ったら、なんて言うんだろう。効果的。効果的だし、自分って辛いんだなって自覚してるからこそ、なんでこんなに嫌なことばかり起きるんだろう。で、いい方に物事が考えられなくなって。だから作ったんだって言ってたっけ。でもだからそのなんていうんだろう、先を見る、読むのみたいな力がめちゃめちゃあるんだね。あるんだよね。考えるんだろうか。やっぱいろんな人たちと話し合いしながら、これさ、ソロ活があって本当に良かったと思うんだけど、モッツセブンのワールドツアーをやって、そのままもうやったから、世界制覇したから、平気行ってきますじゃなくて、このソロ活があって本当に。良かったなって、これ終えてから平気行くって、本当にチャプター1を終えられて帰ってきた時から新しいことができる、だってこのソロでこれさ、やる場所と時間がなかったら、グループだとは言っても一人一人いろんな芸を持った人たちじゃない、全然違うじゃん、みんなグループで同じグループのメンバーって言うけど、全然あまりにも違すぎて、そうだね。だからそのユンギがこれを全部言ってしまえたのがすごい、そうそうだね。総括をしてきた意味はここにあるっていうふうに思っちゃう。そうだね。だって今回はもうだからシュガとしてじゃなくてラブスディとして出したって言ってたのね。いやーすごい良かったんじゃないだから、ね、ホビもそうだったし、ナムさんもう一本あるし、ウィンリゴすごすぎたし、みんな自分の思いとかを出す時間と場所が与えられた、なんか、結果的には。それが良かった。そうね。し
かもユンギさんめっちゃ演技うまい。磨きかかって。うん。綺麗だし。うん。カメラとかもこうね、横になったり縦になったり。撮り方も面白かった。怖かっただろうと思うけど、まあ、スタントマンの人だろうけど、そうだね、怖いよね、あれ、もう一回再現とか言ったってさ。だって自分、怖いと思う。バイクとかもだってもう、乗りたくないよ、ね、ないよね、と思っちゃうけどね。どうなんだろう、わかんないけど。怖いと思う。うん、でもそれできたんだもんって、すごいな。ね。でも最後やっぱ助けるのは自分なんだよ。そうだね。絶対、助けてもらえない。うん、もらえないっていうか、やっぱ自由扉を開けるのは自分だし。そうだね。あの後バッタリしちゃったけど、うんうん、まあ開かない方がいいんじゃないか、逆に。むしろ開けるのはなぜなら自分だから、うん、自分しか開けられない、自分しか開けられない、うん、いや、ほふく前進大変だよね。うん、そう思った。やってみたら分かるけどできないよね。できない。めちゃくちゃきついね。あ、しんど。同じようにいろんなものを持ってる人たちにはだいぶ、あれ見るの辛いけど、だいぶ刺さる。だいぶ。しかも、受け止めてもらえたんじゃないのかな。届いてくれ、みんなにって感じで。ね、ほんとに。いやー、でもユンギすごいわ。ああ、すごい。これをもう話さなければってある時から思って。ちゃったんだね。なんか自分、うん、人のためでもあろうし、自分のためが一番だろうけど、これを話すことで誰かに役に立てばって多分ある時から思っちゃったかもしれないし、結果的にだから生き様を見せるわけじゃん、うんうん、それって結構さ辛かったりすると思うけど、うん、なんかそこの覚悟とかがもうできたっていうか、うん、なんかそれを見せても大丈夫だって思ったんだろうね、うん、自分はもう、うんうん、それでも崩れないでやっていけるっていう強さを自分が持ってるって思えたってことだよね。だからそれはもうユミは乗り越えたってことだと思うんだけど、うん、それはもう世界中に見せて生きていくって。でもさ、これ一番見てびっくりするのはやっぱメンバーだと思うんだけど、どう思う？そうだね、メンバーどうね。これ多分事故のこととかも最初メンバーたち知らなくてじゃなかったっけ。あ、なんかそれ、なんかそうだった気がする。だいぶ後になってから教えられてみたいな。だから、うん、本当に違う背景を持ってみんな集まってきて、うん、まあいろいろ切磋琢磨あって、あの7人で選ばれて、うん、今までの間よりももっと長い時期をもみんな一緒に過ごしてるけど、うん、知らなかったことやっぱいっぱいあるだろうし、で、こうやって吐露して乗り越えた人とまた次、新章やっていくわけじゃんね、一緒に。うん。平気にみんな帰ってきたら。そうだね。だいぶメンバーにも影響があるっていうか。そうだね。うん。もちろん、水立てみんな真剣だけど、活動の意味が重くなる、重くなるっていうか、濃くなる？なんか2回見るのは怖いね。2回だ、そう、ちょっとなんか、いつもあったら2回見るんだけど、2回止めながらもう見れないし、なんか。なんかなぁ。で、ツアー回って、今日がツアー初日ですよ。本当にもう。あ、何やってるんだろう。会えないね。あ、日本で会えないから、ソウルで会えますよね。ソウルで今ね、抽選やってるから、何でどうかわかんない。祈りながらボタンを押したい。星座で。で、ユンギペンがでも会いに行きたいだろうな。ね。もう全員ユンギペンで埋めてほしいとも思うけど。会いに行きたいと思う。見たいよ。わがままちゃん。ねえ、ライブね、行きたいよ。だって、ユンギのライブなんて絶対いいに決まってるんだからさ。絶対いい。保証された楽しさ。うんうん、いやー、いいなー。これはいいな。てか曲的にも私すごい好きだし。うん、この曲。うん。いろんなゲストが来ると思うのよね。正直。まあ、もしかしたらジミーちゃん飛び入りがあるかもしれないし。てか、アメリカツアーの時はさ、うん、ねえ、いろんな人来てくれちゃうんじゃない？うん。どっかね、ロサンゼルスとかさ、ラスベガスとかだったら、うん、そこのね、パークとか、そう、拠点がある人たちが。みんな来てくれ。青木も来てくれ。来てくれ。ねえ。オッパギ来て。来てくれ。だし、なんか会場にもなんかね、いそうだよね。会場にいるよ。会場に。お客さんとして言ってるかも、ね。お客さんとしてね、うん、いろんな人が。ああね、皆さん聞いて。あの、何日か前に車乗ってて、横浜、ベイ FM？ はいはい。あ、はい、はい。ベイ FM 横浜、うんうん、で、なんか JM の曲を探してたんだけど、なんか横浜になってて曲が。ライフゴーズオンと、
の、ユンギの。ライブゴーソンとスヌーズ。スヌーズ。坂本ウィーちゃんの。あの2曲が、日本のラジオ局で普通に、BTS のシュガーさん、アガースト・ディーンで、ソロアルバムを発売されてたとか、これから2曲お送りしましただって、丸。はぁ。で、運転しながら、私の iPhone が鳴ってんのかなと思って。あー、なるほどね。まず、ユンギの最初のトップに来てると思って、運転したらラジオから鳴ってた。すごく。いや、てか、その2曲の選曲がさ、ね、もうあの、うん、コアのファンなのかなっていうか、うん、ちょっとファンかもしれない。ファンかもしれないよね。嬉しいね。おー、横浜ベイ FM が流れてるそうで、うん。嬉しいわ。しかも、あの、タイトル曲じゃなくて、その、そうすると、そうなんですよ。ライブゴーズオンっていうのがね。ライブゴーズオンが流れたのはちょっと、ね、すごかった。そうだね。そうなんです。好きな曲をきっとかけてくれたんだろうね。うんうん、次もう三部作でこれ完結なのかな。もうこれの話は一回。一回この話はもう、区切りだろうね、されて、うん、次、何を出してくれるかっていうのはちょっと。見たいんだろうね。ね。いろんな人とのコラボもしたいだろうけど。30歳になって、そっから語れることが、うん。言うことがないなんて、ちょっと前まで言ってたりして。うん、でも言うことはなんか出てくるんだと思うな、なんか。今からね、平気って帰ってきて、いろんな周りの人がいるだろうし。メンバーもまた戻ってきたらまた違う何かがね、生まれるだろうし。いやー、楽しみだな。ね。楽しみしかない、この番、このバンドじゃなくて、このグループ。ね、みんなのいい。もう困った。ね、困ったか。困った眉毛になっちゃう。楽しみしかない。ね、あともう長生きしよう。ほんとね、なんか生き様がね、美しいよ。一生懸命生きてるね。あー、なんか、はぁーってなっちゃった。ね。ヤギペンさんたくさん泣いたんだろうからな、ね、これ見て。うん、そうだね。いろんな感情がきっと渦巻いたでしょう。うんうん、でもこれを出せたってことはもう、そこを乗り越えられたっていうか、区切りをね、うん、つけてこう、自分の表現として昇華させることができたってことだから。うん、また絶対7人で。もう7人にこだわって、うん、あの、ヘグンも。7人で、絶対、7人にしてくださいって、あの、最初乗り込んでいくとき、ユンギと、その、古文。古文っていうか、古文で、合わせた7人。角材持ってる、あの、古文たちを。7人。7人。はぁ、そうだ、私ちょっとそれ知らないかな。7人にしてくれってユンギが言ったかなんかって、なんかちょっとちらっと見たんだけど、7人じゃなきゃ嫌だ。あらまー。どんだけ強いんだよ、バンタン愛。ほんとね。いいわ。バンタン愛一番バンタン好きって。それが最高だよ、ね。幸せっす。このグループのファンは幸せ。幸せだね、ほんとに。こんなグループ見たことないし。グループが好き好き言ってる人たちのグループ応援できるのは幸せだわ。そう。さあ、じゃあ、これからも、頑張っていきましょうよ、うん。私はこれから学校に行きましょうよ。はい。バイ。